チャンネル。わこんばんは、宮崎なほこです。今日も一日お疲れ様でした。そしてこれから帰るよという方、これから仕事だよという方、まだまだ仕事終わりません、勉強も終わりませんという方もお疲れ様です。今日の曲は Tomorrow です。1992年にテレビ番組のエンディング曲として発表された楽曲で、それから本当にたくさんの学校で合唱曲として歌われてきた曲でもあります。私個人的に、ピアノの弾き語りをずっとしてきているんですけど、弾き語りの原点っていうのはこの合唱曲でした。中学生ぐらいの時はお家から帰ってきた、学校から帰ってきたら、まず荷物を置いてピアノに向かって歌集を開いて、ひたすら1時間無になって合唱曲を一人で歌い続けるっていうことをしていて、あの時間がもう一番の多分中学生時代の至福の時間だったんじゃないかなと思っています。弾けないものが弾けるようになる、練習で弾けるようになる喜びとか、あともう本当に無になってとにかくただ楽しくてのめり込むっていうことを教えてもらったのはやっぱり合唱曲だったなと思います。で、路上ライブを始めてからも、もう本当に初めてスタートしてから、もう少ないレパートリーの時からこの曲がその中の一曲になっていて、私よりも年上の方、同世代の方、学生さんとかいろんな世代の人たちが足を止めて、あ懐かしいって言ってくれるのがまたちょっと嬉しくて、なのでぜひ歌ったことのある方は懐かしさにキュンとしていただけたらと思います。 Tomorrow